ます。お疲れ様です。お疲れ様です。頑張ります。お願いします。お願いします。お願いします。いいやつばっかりやな。お願いします。よし。満面の笑み。到着しました。いいよ到着。お疲れ様です。お疲れ様です。本能のままにやっとけよ。はい。ありがとうございます。今ほどけどうぞ。あっちが多い。岡林さん、ファンの皆さんに到着のご報告を。ご到着のあとご報告ですか。はい、メッセージをいただけますか。メッセージですか。はい、中日ドラゴンズの大野雄大です。この度ドラゴンズの公式アプリが誕生しました。さらに今後、いろんなコンテンツが追加される予定です。皆さん、ぜひダウンロードしてください。無事沖縄に到着したんで、まあこれから2月1日、明日からキャンプ始まるんで、まあ元気出して、まあ、元気よく楽しく、プレーを見て応援していただけたらなと思います。頑張ります。お誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。なんか抱負というか、はい、ありますか。抱負ですか、まあ、22歳なのでまあ、まだ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 というか、まあ、若々しく、なんていうんですかね、しっかり元気出して、まあ、自分の持ち味を今年出せたらいいなと思います。祝ってもらったりしました。さっき小笠原慎之助さんから LINE ギフトのスタバチケットみたいなのをいただいて、であと橋本さんからも同じようにスタバのその LINE のギフトみたいなのをもらって、結構その LINE ギフトだけでキャンプ中スタバいっぱい飲みそうですね。それちょっと楽しみです。なるほど、はい、あれですね、なかなかこうキャンプ前日に毎年来るわけですね。はい、毎そうですね、もうなんであんまり気が抜けない誕生日というか。あ、なるほどな。はい、なんか複雑な誕生日だけど、はい、明日からみたいな。そうですね、喜んよし誕生日だって喜んだらもう次の日の朝にはキャンプが始まるっていう。逆に気持ち切り替えれるっちゃ切り替えれるんですけど、それで。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、はい、小ネタじゃないですけど、僕2000年生まれなんで、あ、年齢がすごい分かりやすいんですよ。ああ、確かに。今年2022年だから22歳っていうのは。そうですね。はい、誕生日おめでとうございます。何回言うの。誕生日おめでとうございます。あと寝癖。寝癖ついてるよ。寝癖ついてるよ。山。山。誕生日の特権使って、ピッチャー倉庫開けてきてや。今日誕生日なんで開けてください。ハッピーバースデー。ありがとう。ああ、忘れてた。忘れてた。山本さん、大バンド借りていいですか。え？借りていいですか？いいよ。100円。まっすぐ。すいません。パット割りです。はい。座りますね。
シア。お前浦橋じゃん。浦橋じゃん今。本当怖い。マジで怖いからやめて。いや、納得しやがった。すいませんでした。ありがとうございます。